じゃあ、引き続きよろしくお願いします。ちょっとまあなんかいろいろ詰め込みであるので、なかなかこう僕の話し方がちょっとパーッと喋っちゃうところがあるので、後で、まあ、資料上がってるのを見ていただいて、もしここがわからないっていうのがあればぜひ、まあ、今日じゃなくてもメールとかでとか、まあ、インターネットで連絡していただいても大丈夫ですので、その点どうぞちょっとご容赦ください。でここからは、もうちょっとこうなんて言うんでしょう、さっきいろいろ、まあ、シーケンサーの種類だ、まあ、応用のやり方だっていうのをもう駆け足で全部説明してきたんですけれども、ここからはちょっとまあ僕の本業といいますかデータベースの話になります。で、まあ、先ほどさっきのところでですね、データの公開をしなきゃいけなくて、それも結構大変なんですよっていう話をしたんですけれども、ここが飲み会前の最後の砦でしてですね、そこを乗り越えないと、お酒が飲めない大変なところなんですが、まあなんて言うんでしょうまあデータ公開公開っていうふうに、まあ僕らデータベースの人たちは言うんですけれども、一般の研究者の方とかからしますと、やっぱりその自分で出した実験のデータをなんで表に出さなきゃいけないんだみたいなところはやっぱりまだあるんですね。で、じゃあなんでそのデータの公開をするのかっていうと、一番の理由がここにありまして、まあジャーナルが出せって言うからデータを出すみたいな話があります。で、データをちゃんと表に出さないと論文として投稿しなさせないよっていうようなことは結構もう最近はそのオープンアクセスの論文とか増えてきましたけれども、まあ、そういうのでデータの公開、まあっていうのは結構よく言われてるところです。で、まあ、データをその公開する、まあ、すなわちその公共のデータベースに、自分の出したこの場合はシーケンスのデータを登録するっていうような作業になってくるんですけれども、まあ、それをするとどういうことになるのか、どういうことをしなければいけないのかとか、まあ、どういうご利益といいますかがあるのかっていうような話をしていきます。で、まあ、公共の NGS データベースっていうのが、まあ、ありましてですね、これがシーケンスリードアーカイブ、まあ、略称で SRA というふうにいつも言っております。で、まあ、NGS のデータを、公開するための公共のデータベースで、まあ、今日朝とか、まあ、昨日からちょくちょく名前の出てきているアメリカの NCBI ですね、とあとはヨーロッパ、イギリスにあります、エンブル EBI、これはアンサンブルとかあの辺のゲノムブラウザーとかを、使ったことのある方はご存知かもしれないですけど、ヨーロッパの EBI ですね、とあとはその三島の静岡のですね、三島っていうところにある遺伝研の中にある DDBJ、まあ、これ DNA データバンクジャパンですけれども、この3局で共同運用をするというちょっと変わったデータベースになっています。で、まあ、ご存知の方はいると思うんですけれども、レフシークとかもこの3局で共同して、データの受付をして、登録されたデータを交換してどこでも同じものが見られるようにするっていうことをやってるんですけれども、で、まあ、それと同じことを NGS のデータベースでもやっていて、でシーケンサーから出てきた配列データ、まあ、ファイルのフォーマットが FASTQ っていうので FASTQ フォーマットファイルっていうふうに言うんですけども、これを登録してもらうことに、なってます。で、まあ、俗に言うって書いたんですけれども、まあ、NGS のデータはほぼほぼ全てここのデータベースに登録することになってまして、で、まあ、シーケンサーの種類ですね、さっきいろいろ挙げましたけれども、まあ、その種類を問わず全部、まあ、アプリケーション、まあ、DNA を読むのか RNA を読むのかチップセックなのかとかいろいろありますけども、これも全部問わず、で生物種も問わず全部、この SRA というデータベースに登録することになってます。で、まあ、今その FASTQ フォーマットっていう、データのフォーマットの話が出てきたのでここで、説明をしますと、まず最初にその、まあ、シーケンスをした段階でシーケンサーごとになんかいろいろなバリエーションの、データフォーマットがありまして、で、まあ、これは何て言うんでしょう、ファイルの後ろ側につくそのまあ拡張子ですね、なんドットエグゼとかなんかドットテキストとかそういうのと同じなんですけども、まあ、ドットファストキューっていうような形で、シーケンサーの、
何でしょう、まあ、データが出てきます。でこれがまあ一番一般的に言う、まあ、生データっていうようなことになります。でまあ、これはあのファスタ形式、まあ 配列を記述するファスタ形式に Q っていうのはクオリティの Q で、まあ、シーケンスの精度がどれぐらいだったかっていうのが、文字コードに変換されて、一緒に記述してある、形式になります。で、まあ、それをこうやっていった後にその最初のデータ処理のところですね、マッピングもしくはアセンブルっていうさっきから言ってますけれども、まあ、それによって、まあ、マッピングをすると、まあ、サムとかバムとかっていうフォーマットに、変換されます。でアセンブルをすると、ファスタっていう、まあ、長い、塩基配列につなぐので、つないだ配列がファスタ形式で出るのがまあ一般的です。でその後はまあ目的別の解析をすると、まあ、GFF とか VCF とか WIG とか、まあ、いろんなあのソフトウェアとか、まあ目的によってあのいろんな情報が記述されたりアノテーションがついたりとかいう形で、いろんな形になっていくんですが、大体この3ポイントぐらいでデータの形式が変わっていくっていうふうな、形ですね。シーケンスの段階とデータ処理の段階とデータ解析の段階で変わっていくっていうことを、覚えておいてもらえればと思います。でデータのサイズのことをさっきからあんまりあのはっきり数字を出して言ってないんですが、まあ、それはあの本当にケースバイケースで、数メガバイトから数十ペラバイトとかまですごく幅があるからなんですけれども、大体このファスト Q の、一番最初のシーケンサーが出てきた段階でかなり、一番大きくて、でそれをマッピングするとデータのサイズがちょっと下がって、でその後もうちょっと下がるっていうふうに、だんだんそのデータのサイズが小さくなってくるっていうような、風な、まあ、ざっくり言うとそういう感じなので、そんな感じで考えていただければと思います。で、まあ、ファスト級フォーマットについては詳しくはあのウィキペディアにすごくあの英語版のウィキペディアにすごく詳しく書いてあるので、こちらを見ていただければいいかなと思います。で、まあ、目的語のまあ解析した後はまあいろんなファイルになるんですけれども、まあ、可視化したりとか、まあ、ブラウザーで見たりとか、まあ、そういうような形になったりとか、まあ、あとは普通に Excel とかで見れるような表形式になったりとか、そういうような感じになっていきます。で、まあ、DBCLS ってあの昨日からちょこちょこ名前が出てきている、まあ、僕の所属するセンターなんですけども、まあ、そこに大規模データ技術開発部門というところがありまして、まあ、NGS 特殊部隊とか言ってるんですけど、僕ともう一人しかいない2人だけの寂しいところなんですが、まあ、データベース屋さんで、まあ、そういう NGS とかって言ってるのは何でかっていうと、まあ、もう数年前から NGS のデータ の伸び幅がとんでもないスピードだというふうに言われていて、でそうやってそのデータの公開も義務付けるみたいなジャーナルが増えてくると、必然的にそのデータベースの中にデータがどん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 増えていくんですね。で、まあ、あんまりこれまでにこういう規模で大きいデータが大量に登録されるっていうのはなかったので、まあ、いろいろな問題が生じてきたわけです。でそのじゃあデータベースに大量サイズの大きいデータが大量に登録される、まあ、数十テラバイトのデータがうん千うん万とかっていうふうに登録されるみたいな時になった時に、じゃあどういう問題が起きて、じゃあそれをどういうふうに解決したらいいのかっていうような、まあ、研究技術開発っていうのを、やってます。でまあ、うちは、まあ、今は東京にあるんですけども、三島の DDBJ と協力して、SRA の、そのシーケンサーのデータを、データベースに入れるっていう活動を技術面でサポートするというような、位置づけになってます。で、まあ、さっきからなんかこう、なんて言うんでしょう、 NCBI とか EBI とか DBJ とか DBCLS とかも略称ばっかりでいっぱいな上に、またさらに DBCLS、SRA とかなんかいうややこしい名前をつけてしまったんですが、これは、まあ、この sra.dbcls.jp っていうウェブサイトがあるんですけども、ここは何をしているところかというと、ここからデータが登録できるわけではなくて、まあ、データの登録はその先ほどの挙げた3つの NCBI と EBI とDDBJ の3つからデータを登録するんですけども、その登録されたデータを探すときに、どこから探すかというと、まあ、ここの SRA DBCLSJP から、探してもらおうということで、もちろんその他のところにも検索のあれはあるんですけど、まあ、ここは独自にこう何て言うんでしょう、こう、まあ、タウンページというかイエローページというかじゃないですけど、まあ、データを探したい人のためにこういろんな情報を集めて、管理しているというような、感じになります。で何しているかというと、まあ、いろいろな統計情報を、取得して、まあ、提供する、まあ、どういうデータが入っているのかっていうのは、まあ、シーケンサーのデータ本当に量が多くなってきたので、
大体こういうデータが入ってるんじゃないかなと思うと入ってないとか、こんなデータも入ってるのっていうようなデータも入ってるとか、あまりその全容の把握が難しくなってるんですね。でそういうところを、情報的にサポートするというようなことをしたり、あとはまあ検索システムを作ったり、他のパブメドとかの文献情報であったり、疾患であったり、生物分類タクサノミーの情報を統合するというようなことをしたり、あとは個別の配列情報ですね、シーケンサーのデータ一個一個の情報を元にして、動向調査みたいなことをやったりもしてます。でこれがその、sra.dbacls.jp っていうところなんですけれども、トップページに実際今コンピューターがある方、もしよければ話を聞きながらアクセスしてもらえればいいと思うんですけれども、トップページに行きますと、その生物種で何が多いのかとか、先ほど紹介した、アプリケーションでどういうものが多いのかとか、あとはシーケンサーで一番使われているのは何なのかとかっていうようなのが、グラフになって表示されるかと思います。で、こういうグラフを書いたりとか、ランキングを作ってみたりとか、そういうような情報をこう整理することで、SRA っていうその NGS 界隈のですね、動向がここを見れば分かるかというふうになってます。で、大体想像された通りかなと思うんですけど、もう圧倒的に人のシーケンスをしているのが多いんですね。でそれは人だとお金がたくさんつくっていうのもあるんですけども、単純に、サンプルだったりプロジェクトだったりの量が多いっていうことが挙げられるかと思います。で時点は、マウスですかね、マウスだったり、あとはヒューマンメタゲノムとかも結構かなりの数読まれてるかなっていうふうな感じがします。で、あとはセレビシエだったりとか、モデル生物が多いかなっていう感じですね。で研究のタイプではもう本当にぶっちぎりでホールゲノムシーケンスが多いっていう感じになってまして、で、その後に、RNAseq だったりトランスクリプトームですかね、トランスクリプトームが多かったりとか、っていうのが分かるかと思います。でさっき話をしてた時にホールゲノムだ RNA だっていうのを言ってて、でもしかしたら今パッて見られて気づいた方いるかもしれないんですけれども、トランスクリプトームアナリシスっていうのと RNAseq っていうのが混ざってるんですね。でこれ一緒じゃんよって思うんですけれども、おそらく最初にそのデータベースのこう用語の定義をするときにごちゃっとなってしまったのかなと思うんですけど、基本的にはデータを登録する人が俺のはトランスクリプトームだっていうか俺のは RNAseq だっていうのかっていうぐらいの違いでしかないというふうに思っていただければと思います。おそらく数から見るともうトランスクリプトームアナリシスって言ってる人の方が多いんじゃないかなと、この研究のタイプなので厳密にはトランスクリプトームであって、トランスクリプトームの中で、RNAseq っていうその手法があるっていうのが正しい認識だと思うんですけど、そういうのがちょっとごちゃごちゃっとなっていて、こういうメタ情報がちょっとあまり整理されてないのがちょっと難点というか、それはデータの登録して管理する側なのでまだこの段階ではちょっと手をつけられないんですけど、そういうところもありますということです。でプラットフォームで見ると、イルミナの先ほどグラフ二軸であった時の一番上の方に来ていたハイセクっていうやつの2000かなが一番ぶっちぎりで多いんじゃないかなと思います。でこれはハイセクが世界中のいろんなラボに全部あるからっていうことでは必ずしもなくてですね、このハイセクってものすごい大量のシーケンスを出すので、これはしかもその大量に読めば読むほどそのコストが下がるような形になってますので、そのしばらく置いておくとちょっとお金がもったいないみたいな、試薬もすぐ期限が切れますし、大量に並列させた方が、安いというふうになると必然的にこうどん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 回すので、それで大きなシーケンスセンターのデータがたくさん溜まっていくというような形がになります。でディジーズについてはですね、もしかしたらちゃんと動いてないかもわからないんですが、クイックどれかしてもらうと、そのディジーズに関連するシーケンスの情報にたどり着くかなと思います。で、必ずしも全部が疾患に関連あるシーケンスの情報ではないので、ここはちょっとボリューム的には他のところに比べると低くなっているかなというふうに思います。
でですね、おそらくその下の方にリンクがあるかと思うんですが、論文と公開データのマッチングというか、まあ、ペアリングですかね、ということも、我々やってます。で、おそらく、ちょっと待ってね、おそらく、あるかと思うんですが、あれ、おい、すいません。つながったかな、おい、つながらない、あら、すいません、ちょっとここが電波がつながらないんであれなんですが、皆さん見れてます？こういうページが出てくるんですが、まあ下の方にあの論文のデータのおそらくこう文字でパブリケーションっていうふうに書いてあると思うんですが、そこをクリックしていただけるとこういうテーブルが出てきまして、でこれは何をしているかというと、あの論文のパブメドの ID ですね、 と、この SRA っていうデータベースに入る時の ID を、こう紐付けをするっていうことをやってます。でなんでわざわざそんなことをしているかというと、あのこれにはちょっとしたこう裏事情がありまして、あの先ほどもあのこう3列でこうフローになってこういう順番でやっていきます、この辺で論文投稿します、データ公開しますみたいなことが書いてあったと思うんですけど、大体そのジャーナルに投稿する前にデータの公開をするんですね。 でその後ここにデータを公開したからこのデータで論文を書いたよって言ってジャーナルに投稿すると、でその後まあじゃあアクセプトっていう風になったら飲み会に行くので、データの方に論文出たよっていうのを教えないでみんな飲み会してるんですね。なのであのデータ公開してるところにあのパブメドの ID が載ってないっていうのがすごく多いんですね。で本当はあの論文が出たらこの論文出たよこのデータだよっていうのをちゃんとこうユーザーの方がこうアップデートしていただければいいんですけど、まあ、みんなそんなに暇じゃないので、なかなかその、まあ、もちろんやってくれる方はちゃんとアップデートされるんですが、そうじゃないものもあるので、こう例えば論文の中からこう ID を探してきて、あこの ID が書いてあるから、この PubMed ID とこの SRA の ID は、同じプロジェクトだねっていうのをこう紐付けるっていうような作業を、まあ、あの半分というかまあ9割方自動化してやってます。で、これちょっと前にやったので今は多分もっと増えてると思うんですけど、今まで5000何本とかの論文が出てるような形になります。ただその自動的にやってるのでおそらく、ここで取りこぼしているものも多分あって、あの論文ではあのデータ公開してるよって書いてあるけどその ID が書いてないからどのデータかわからないみたいな状況もそれなりにあります。なのであのここに出てるものが、LGS を使った全ての論文かというとそうではないということに、注意していただければと思います。なかなかその、情報全部どの研究者も書いてくださればいいんですけど、まあ、なかなかそういうことにもいかないのでそういう悩みというか悩ましいところもあります。でそれでじゃあどういうことが分かるかっていうとですね、その登録されたデータに書いてある情報、どういうシーケンサーでやった、どの生物をやったっていうこととその論文っていうののデータを付き合わせるといろいろ面白いことが分かって、で先ほどのその、まあ、論文に、論文になったデータと、まあ、論文になってないデータ と、論文になったけどくっついてないデータとっていうのがいろいろあるんですけど、まあ、それを単純にその全ての、登録されているデータ と、論文が紐付いているデータっていうふうに数を比べるとこんなに違うんですね。でこれがデータベース全体に入っている、サブミッションっていうのから登録の単位ですけど、登録の単位でいくと、まあ、11万5千と、これもちょっと前の、データだから今は多分もっと増えてますけど11万ぐらいあるのに、その論文が出てるよっていうのは3千ぐらいしかないと。でここにあるこの空白はおそらく論文が出たのに何も言ってくれないか、まだ論文が出てないかっていうことになります。で、まあ、こっちだとそのサンプルの数に置き換えると19万あるうちの3万ぐらいで、シーケンスのランっていう単位でいくと、まあ、1回その1ラン動かすっていうふうに言いますけど、まあ、そのうちでいくと、まあ、37万のうちの5万1000とかいうような形になります。
でこれではここになんかこうあまりにちょっと絶望的な感じになってるんですけれども、他にも理由があって、あの大きいあのシーケンスコンソーシアムとかで大きいプロジェクトでたくさんお金がついて、それで大量のシーケンスをするっていう場合に、例えばその論文が出ようが出まいがに関わらず、シーケンスをしたら48時間以内に絶対にあのデータをアップロードするっていう風なあのガイドラインに決まってる場合っていうのがあるんですね。でそうするとあのもう本当に論文が出ようが出まいが本当にもう全部片っ端からあのデータが登録されるので、それはもうデータがあの論文がついてないデータっていう風になる。でそれはあの例えばエンコードプロジェクトとかですね、ああいうプロジェクトもその論文になるまでに時間がかかるから、データは先に公開しておきますと、誰でも見れるし誰でも使えますと。だけれどもそのデータを使って論文を書くのはその出した人が論文を書いた後にしてねっていうようなポリシーが一緒に貼られていて、そういう形でデータを公開するっていうのも最近では増えてきてます。で、まあ、他にもいろいろ見ていきますと、なんかちょっといろいろ面白いことができまして、まあ、どのシーケンサーを使えば論文になるのかみたいなことを、見たりもできます。で、まあ、一番その何でしょう、トータルですね、単純にどのシーケンサーを使ったのが一番多いかっていうのは、さっきのトップページに載ってたグラフと一緒ですけど、まあ、ハイセクが一番多いというふうになるんですが、実際じゃあ論文になっているものの中でこう数を数えてみると、このイルミナジノムアナライザー2ってやつとイルミナジノムアナライザーっていうやつと 454GSFLX とかっていうと、やっとここでハイセックが出てくるというような形になります。でこれはまあどういうことかというと、このイルミナジノムアナライザーっていうやつは、そのマイセックハイセックが出る前の古い、まあ、まだ現役で動いているラボもたくさんあるんですけど、古い今では売ってないシーケンサーなんですね。まあ、なので当然その昔のシーケンサーで出したものの方が多いし、あとはまあ454っていうのはその先ほど言ってた旧世代の次世代とか言ってたロシュのシーケンサーなんですけど、あのイルミナよりも長いシーケンスが読めるので、昔はあのゲノムを決めるっていう時は454ばっかり使ってたので、まあ、必然的にその論文が出るっていうのもこちらが多くなると。でまあ、GA2X っていう、まあ、別の古いやつですね。であとはまあパックバイオとかのこの辺で出てきて、でソリッドっていうやつももう最近ではあの全然なんて言うんでしょう、あの機械はもう新しく入らなくなってしまったので、あの新しく動くことはないんですけど、まあ、今持ってる人が動かしてるとか、そういうようなことが分かります。あとすごいあのちっちゃい話なんですけど、ここにヘリコスヘリスコープっていうあのシーケンサーの種類があります。これはあの全然さっきあの触れなかったんですけど、なんであの紹介しなかったかというと、このシーケンサーを作ってたヘリコスっていうあの会社が倒産しちゃいまして、で昔はその一分子読めるすごい画期的なシーケンサーだって言ってすごいもてはやされてたんですけど、世界で5台とかだったかなぐらいしかないっていう、なんかすごい、なんていうか珍しいスーパーカーみたいな扱いになってまして、でヘリスコープで使えるその手法の論文とかも出てるんですけど、ヘリスコープ持ってる人がほとんどいないみたいな状況になってて、なんだかなっていう感じなんですが、まあそういうものがこういうデータベースの中にはデータとして入ってきたりもします。でさっきあのちょろっ とゲノムとか RNA とかいう話をした時にこの話題が出てきたかと思うんですが、あのゲノムを読めば論文になると昔言われてたんですけど、それがもうそうでもなくなって、今はもう遺伝子のアノテーションもして、あのレギュレーションとかも見ないとダメだよねっていうような話をしてたので、それは本当なのかっていうと、あのそれはもうデータベースの中で見てみると、データベースに登録されたデータの中で、ゲノムを読んでいるものとトランスクリプトームを読んでいるものとメタゲノムを読んでいるものとって、こういうふうにグラフになるんですね。でこれ一番左が、ゲノムで、これが、トランスクリプトームかな、でメタゲノムで、でその他で、シンセティックバイオロジーでっていうふうになっていくんですけども、このバーの並びが、論文が出ているものっていうふうに限定をすると、ゲノム 66% で、トランスクリプトームが 25.5% ちょっと伸びてますね。で、まあ、この辺のメタゲノムとかは 3.8% 29%、ちょっとまあ数字が変わってますけど、まあ、大体5差かなと、まあ、こんな風になってます。で大体
ゲノムを読んでるって言ってもこれはその新規のゲノムだけではなくて、ゲノムの多形とかを読んでるものも入ってるのでこれぐらい、数が多くなるのは当然かなと思うんですが、まあ、それにしてもやっぱりその論文になるっていう観点から言うとトランスクリプトームもそれほど低くないと、実際に読まれているシーケンス度は低くないっていうふうなところが見て取れるかなと思います。でもうちょっと見ます と、登録でしたデータ、その先ほどちょっと面倒くさいんですよっていう話をしたんですけども、で登録するのは大変だけど何か本当にご利益があるのかっていうと、登録すると実際もう一回使われるんですね。っていうのは、まあ、この、図だと、トータルで3059とかってある、論文の出ているもののうち、204は、PubMed ID が2つある、2つ以上あると。でそれはどういうことかというと、1回そのデータを出した論文が出て他の人研究者もしくは同じグループがその論文をそのデータをもう1回使ってもう1本論文を出したというようなことが、まあ、ここに出てくるわけですね。で一番多いものでは、ここに50とか PubMed ID がついているものとか40何個とかってあるものがありますが、これはハップマッププロジェクトとかヒューマンプロセスキャンサーの、プロジェクトだったりとか大きいプロジェクトが多いんですね。で、まあ、この辺もサーザンジノムズプロジェクトとかありますけども、まあ、大体大きいプロジェクトは、まあ、これだけ多くなりますけど、そこまで大きくない、小規模なラボの出したデータでも、データが再利用されてもう一度日の目を見るみたいっていうことは結構、あるっていうことを、まあ、ここで分かるわけです。で、まあ、そういうふうに、まあ、論文って言ってるんですけども、なんで論文って言ってるかっていうとこれから、説明するんですが、まあデータベースがあってその中にデータがたくさんあって、でそのデータを探すんですけれども、やっぱりその論文に書いてある方が情報量としては多いんですね。なので論文をキーにして、ごめんなさい、キーにして、データを探すっていうのはかなり戦略としては、正しいかなっていう感じになるんですが、そこで、僕らがその先ほど作ってた、ウェブサイトの、検索部分になるんですが、DBCLS の SRA メタデータサーチっていう、まあ、名前はそんなにどうでもいいんですが、URL がさっきの sra.dbcs.jp の後にスラッシュサーチっていうふうにつけていただけると、このページに飛ぶかと思うので、お手元にコンピューターがある方はちょっとアクセスしてみてください。もしアクセスできなかったら僕の責任なのでちょっと言ってもらえればと思います。で、まあ、そこでいろいろなんかメニューをクリックするとなんかいろいろ出てきたりとか、右にボックスがあったりするんですが、まあ、それをとりあえず置いておいて、なんでこんなものを作ったかって言いますと、まあ、データの質、まあ、論文で使われているデータをこう使うっていう風になった時に、データの質は解析ではどうにもなりませんよっていう話をしてましたけれども、それはまあもちろん公共のデータを、じゃあちょっと使ってみようかなっていう時にも全く同じなんですね。で自分でシーケンスをした時であれば、そのどういうサンプルをしたとかどういうふうにやったとかっていうのが分かるのでいいんですけれども、その人のデータをじゃあちょっと使わせてもらおうっていうふうになった時には、このデータが本当にクオリティがいいのか、自分が欲しいデータなのかっていうのを調べるための情報だから、つまり、実験条件なんかを書いているメタ情報っていうものが、必要なんですね。で大量のこう今何十万プロジェクト、何百万とか何百万サンプルとかっていうぐらいのデータが登録されてるんですけども、そこから効率よく必要なデータを探さなくてはいけないと、もうずっと下までスクロールして次へクリックして次へクリックして100回ぐらい次へクリックしても出てこないみたいなことをやってる本当に不毛なので、そういうまあ必要なデータを効率よく探すというためにこういう検索のエンジンを作ってます。でよく Google とかで検索をされる方はすごく当たり前のように Google で検索したり Wikipedia で検索したりすると一番上に出てくるからあまり意識されないかもしれないですけど、ここのデータベースは何が入ってるかわからないので、例えば自分がそうですね、こう僕がワイン用のブドウの、品種別のまあ、よくやるんですけど遺伝子発現の差分を取ったデータが見てみたいなと例えば思ったとしますよね、ワイン飲んでる時に。でそれをじゃあ
探そうとしたら、それが本当に誰かにやって、それが誰か本当にシーケンスをしているのかっていうのがまずありますし、そのシーケンスをした人が本当にこのデータベースに登録しているかっていうのもありますし、まあ、それが探したら見つかるかっていう問題もありますけど、その自分の探しているデータが本当にそこの中に登録されているかされていないかっていうのがすごく、判別するのが難しいんですね。例えばマウスの脳の、遺伝子発現とかっていうと、それはもういろんな人がやってるからデータあるだろうって思うんですけども、意外とそんなに数がないっていうこともあるかもしれませんし、こんなちょっとマニアックな微生物のゲノムなんかないだろうなと思って探しに行ったら実はあったとかいうこともあります。だからどういうデータがどれぐらいあるかっていうのを、見ていくっていうのがすごく大事になってきます。で、またこれが一番その次世代シーケンス、まあ、NGS っていうところで問題になってくるところなんですけれども、ダウンロードとか、圧縮されたデータを展開するっていうのはすごく時間がかかるんですね。で、例えばゲノムのデータをじゃあちょっと落としてきて、これが気になるから使ってみようっていうのが、まあ、数テラバイトとかだったりすると、ダウンロードするだけで2日とか3日とかかかってしまうことも場合によってはあると。でそれでこう探してきた結果、じゃあよし、これを使ってみようと思うと圧縮されているので、じゃあそれの圧縮を解凍しなきゃいけないんですけど、解凍するのにまた2日かかるとか、そういうことが結構ざらにあるんですね。でいざそれをこう展開してみたら、すごいエラーがいっぱいあって、こんなデータ使えないよみたいなことになるっていうのが本当に笑い話じゃなくて全然起こりうるので、なるべくそういうデータじゃなくて信頼性のあるデータだけをこう取っていきたいというような、ことになってくるわけです。で、まあ、そのためにじゃあどうすればいいのかということで、まあ、リード情報というのをあらかじめそのダウンロードしてきて自分で見なくても、ブラウザの上で見れるように、またエラー率とかも全部確認して、クオリティチェックという処理を、ある程度パスできるようにという感じで、デザインして作ってますということで、今30分だからあと1時間ぐらいありますね。ちょっとさすがに話を聞いてばっかりで3時間は辛いと思うので、今開いてもらったこのページですね、 sra.dbcls.jp/search っていう、おっとすいません、っていうところに行ってもらって、右の、検索ボックスに何か自分ご自身の気になるキーワードとかを入れて、右の検索っていうボタンをちょっと押してみてください。で画面ではですね、まあ、そういう検索をやってみたらどういうふうに進めていくかっていう感じで説明しながらなので、まあ、説明聞き流しつついろいろクリックしてみたりしてみてください。まあ、まあ、最初に、とりあえずこっちの、流れを見てもらってもいいかもしれません。で、まあ、検索するとこういうふうな、ページが出てくるかと思います。でもし出てこない方いらっしゃったら言ってもらえればいいんですが、大丈夫ですか？出てきてる。で、まあ、何キーワードに入れたかによって何件出てくるか、もしかしたら全然何も出てこないこともあるかもしれないんですが、今検索してもらった結果っていうのが、データに一緒についてくるそのデータを登録する人が書いたこういう実験をしましたよっていうメタ情報の他にも、それに関連する論文とか、それのパブメドセントラルで全文があれば、その全文も検索するようなシステムになってます。でなので一見関係なさそうなものもちょっとでも記述があれば引っかかってくるようになっているので、ちょっと多めになってるかもしれません。で、ここ今3つともブルーのカラムになってますけど、ブルーの背景色がついているものは、論文が出ているもので、白のものは、論文が出てないものっていう風になってます。で、まあ、僕ここでちょっとバイラスって入れて検索をしてみて、まあ、607件とか出てきて、で今日の、なんかお題に使えそうなものないかなと思ってチラチラ見てたんですけども、一つ、まあ、なんかこの左のところにあるまあ、いいかなと思ったものがもしあればここをちょっとクリックしてみてください。もしかしたらちょっと時間がかかるかもしれないですけど、 Study ID って書いてあるところの欄を、クリックしてもらう。もし、ここのプロジェクトの数があまり多くて全部見るのめんどくさいという時は、例えばこのタイトルのところに何か打ち込んでもらうと、その打ち込んだ、単語で絞り込みができるようになってます。あとここの、上下マークがついているところをクリックするとソートもできます。
であとはスタディタイプエピジェネティクスなんとかとか書いてあったり、まあ、シーケンサーとか、生物種とか書いてあるのでここに何かキーワードを入れて絞り込んだりとかもできるようになってるのでちょっとやってみてください。で、左のこの子をクリックするとですね、まあ、多少時間が10秒ぐらいもしかしたらかかるかもしれないんですが、というとこういうプロジェクトごとの、画面っていうのに出てきます。もし行かなかったらこっち見ていてもらってもいいんですけど、まあサマリーとして、まあスタディタイプ、これはもう何も該当しないということでアザーに入ってるんですが、アザーじゃなくてこれなんだろう、ゲノムシーケンスだと思うんですけど、これデング熱ウイルスですかねの、ウイルスの、を生物種として、で454っていうちょっと長く読めるシーケンサーで、都市のシーケンサーで読んでるプロジェクトになります。で、これは論文がついているので、じゃあ、この下ずっと見ていってもらうと、シーケンスの欄の情報とかサンプルの情報とかがあるんですけれども、まあ、ここにはアブストラクトしか出てないので、まあ、ここだけからどういうシーケンスをしたかっていうのがわからないので、ちょっと論文を見に行ってみます。で、論文見に行くと、これジェネラル・オブ・ジェネラル・バイオロジーの、論文なんですけど、もしかしたら馴染みのあるジャーナルかもわからないですが、こういう論文が出てきました。で、まあ、どういうまあ、論文全部読んでもいいんですけど、どういうことをやったかっていうよりも、まず第一に一番知りたいのが、どういうふうにシーケンスをしてどういうふうに処理をしたかっていうことが一番知りたいんですね。なので探しに行くと、ここに書いてあるんですが、454ロ州のパイロシーケンシングは、ブロードインスティテュートっていうところでやって、プレビアスリーディスクライブドメソッドとかって書いてあるんで、この論文には書いてないということで、ちょっと悲しいですけど、これの元論文を探しに行きます。で、探しに行くと今度はこっちに JVI の、論文が見つかったんですが、まあ、こういう、ジノムワイドパターンズオブイントラヒューマンディングバイラスでダイバーシティなんちゃらかんちゃらパルジェネディッククライダーインターホストダイバーシティみたいな、まあ、ありがちな、タイトル、ありがちなタイトルって言ったら失礼ですけども、こういう論文が出てきましたと。で、じゃあ元論文発見したので、次の、また同じようにこう、論文全部読むのはめんどくさいので、シーケンスって言ってブラウザでこう検索するとこうバーってハイライトされるので、そこからそれっぽいところを探しに行くと、ここにこうバーっとあります。で、なんかおなじみの感じのここにプライマーの配列が全部書いてあってっていうのは、おそらくここだろうということで、探しに行きます。もちろんこっち見ながらでなくても、手元の皆さんの手元の方で同じようにちょこ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 探してもらってもいいですけど、まあ、論文のところはこれはこんな感じで、で、探すとですね、大体シーケンサーの論文っていうのは本当に全然書かないとさすがにエディターに怒られると思うので、それなりに書いてくれてはいると思うんですけども、どういう、1個前に戻りますとですね、どこだったかな、この辺に、まあ、プライマーの後だったかなに、どういうふうにサンプルをプレップしてシーケンスをしてっていうことが書いてあって、でシーケンスをする後にその後の、例えばアセンブリーとかマッピングとかの、アナリシスについて大体書いてあります。でここに挙げてるのがその文なんですけど、まあ、コンセンサスジノムアセンブリー for インターホスト&イントラホスト&インターホストアナリシスかっていうところにあって、でここを読んでいくと、このアセンブルバイラル454デノボアセンブラーっていう記述が出てくるんですね。でこのアセンブラーって書いてあると、大体その、さっきからずっと言ってるマッピングかアセンブルかっていうやつの、そのアセンブルをするソフトウェアだっていうところが大体わかると思うので、じゃあそのシーケンスをしたデータが出た後に、じゃあこのソフトウェアを使って、アセンブルをしたんだろうということで、じゃあこの、アセンブルバイラル454っていうので、Google の検索をしてみます。そうすると、もしかしてとか言って違うものが出てくるんですが、まあ、これは無視して、一番上のここにこんな、バイラルツールズダウンロードっていうのが出てきたんで、あ、それっぽいなと思って、見に行ってみると、ボストンにあるブロードインスティテュートっていうところの出してるバイラルツールズダウンロード、こうアセンブルバイラル454っていうツールが出てきます。で、ちょっと切れてますけど、ここにドキュメンテーションとかがあるので、ツールの使い方は、ここを見れば大丈夫だろうというような、感じになります。で、じゃあ、論文を見て、
どういうシーケンスをしてどのツールを使ったかっていうのが分かったので、一回戻ってきて、でここの先ほどのもしかしたら皆さんあの検索した後プロジェクトのボタンをクリックするとこういうページが出てきたかなと思うんですけれども、ここにそのプロジェクトで実際に行われたシーケンスのランのリストがあります。でここは81個とか81回シーケンスをやってるんですが、ものによってはあの1個2個とかいう場合もあるかもしれませんし、下手すると100とか数百とかの場合もあります。で、ここにですね、いくつか情報が書いてあるんですけど、まあまあサンプルの情報とかシーケンサーは何を使ったとか、ライブラリーのレイアウト、これはあの先ほど説明したあのシングルで1本だけ読んでるかペアードであの1本の両側を読んでるかっていう、違いなんですけれども、その違いどっちで読んだか、でこの場合はシングルエンドで両側読むんじゃなくて片側だけ読んでるよっていうようなのが出てきます。で、もしかしたらあのこの LAN の情報が取れる取れないという場合があるので、取れなかったらここがあのノーインフォメーションとかになってるかもしれないんですが、ここでは、数字が出てまして、でここナンバーオブシーケンスだから、シーケンスの数ですね、リードの数ですね。でこっちが、レングスなのでシーケンスの、リードの長さになります。でここを見ると、1本目は、2821とかですかね、で2つ目が9700とかっていう、まあそれぞれ欄によってちょっと偏りはあるけれども、どれぐらいの量のシーケンスを読んだかっていうのが分かるかと思います。それで、その後はシーケンスの長さなんですけども、これは最小が148かな、で最大1500ぐらいのベースのリードがあるということが分かります。で、リードの数と長さは分かるんですけど、じゃあ、エラー率とかはどうかなっていう時は、ここの、一番左の LAN ID っていうところにこう数字が並ん、アルファベットの数字が並んでるんですが、これをクリックしてもらうと、もしかしたら手元のではないかもしれないですけど、あるとこういうところがこういうページが出てきます。でこれは何の結果かというと、FastQC っていうクオリティチェックのソフトウェアをかけた結果のフィギュアなんですが、こういうなんかいろいろなグラフが出てきます。で一番分かりやすいのはこの一番左上にあるパーベースシーケンスクオリティっていうところだと思うんですけど、これ黄色いところが何だっけな、上位4分割、全体の、並び替えて4分割したうちの、半分、真ん中の半分かな、だから、集団の、半分ぐらいはこれぐらいのレンジに位置していますよっていうような、幅がこの黄色いバーで書いてあって、赤が平均値で、ブルーのラインが中央値かなっていう、もしかしたら違ってたらすみません、そうだと思うんですけど、そういう感じでなってます。で左の、縦の軸は、クオリティの値です。上に行けば行くほどエラーの率が下がるっていう値を示していて、右は、シーケンスの長さですね。でこれは、こういってだんだん下がってますけど、これは何を意味しているかというと、そのここ0、1ベース目2ベース目3ベース目ってずっと後ろに行くに従ってだんだんシーケンスの値が落ちているというようなことを示しているんですが、全体のシーケンスの中でポジション、最初の方はどれぐらいあって後ろの方はどれぐらいまでシーケンスの、クオリティが落ちているよっていうのが示されています。でこれを見てどうするかって言いますと、例えばこの、グリーン、イエロー、レッドっていうのはこれはソフトウェア側が勝手に設定した域値なので、ここに必ずしも合わせなくてはいけないわけではないんですけど、この辺になってくると結構もうシーケンスのクオリティが落ちてるんですね。でここの10っていうのは、100本に1個かなエラーがある。で20だと1000本に1本かな、1000ベースに1個かな、で30だったら1万に1個とかかな確かごめんなさい、そういう、クオリティ値のスコアなんですけれども、後ろの方に行くともうだいぶ下がってしまっているので、じゃあ解析をするときはこのおそらく1200とか300ぐらいだと思うんですけど、この辺から後ろはもう全部切っちゃいましょうと、もうシーケンスはできてるけどエラーかもしれないからこっちから後ろは全部切っちゃいましょうっていうようなことを、やるっていうことがこの次のステップとして考えられるという感じになります。
で他にもまあシーケンスごとにクオリティのスコアがどれぐらいかとか、まあベースコンテンツ、まあ GC パーセントがどれぐらいかとか、いうような情報がいろいろ出ています。で詳しくは、まあ、この FastQC っていうツールのドキュメントを見ていただければと思うんですが、まあ、そういうような情報が出てきて、でまあ、今のは、まあ、これぐらいいい感じのスコアが出ているので、まあ、使えるだろうということで、使えるってことが確認できたら、右の1個戻りまして、表にあったダウンロードっていうところの FTP っていうところを押してもらったら、DDBJ FastQ、DDBJSRA ライトとかなんか ENA、NCBI とかどこからダウンロードするかっていうのが選べるんですね。でこれを実際に、この後クリックしてもらうと多分Windows だとどうなのかな、おそらく FTP に接続しますかみたいなのがこう出るか、ブラウザが開くかだと思うんですが、まあ、これでこの先のリンクからダウンロードするっていう形になります。なのでまあできれば論文が出てる方がそういう情報は取りやすいっていうので、だいたい探すときは優先的に、論文をが出てるものを使うようにはするんですが、まあ、こんな感じでデータを探していくと。で、必要な情報が取れたら、データの、シーケンスの情報をチェックして、でそのシーケンスの情報がチェックできたらここからダウンロードするみたいな感じになります。で、まあ、今のなんかこう一連こういうふうに見ていきますっていうような流れがあったんですけど、いくつかちょっ と、聞き慣れない言葉があったかもしれないので補足しますと、途中で、ツールを作ってたブロードインスティテュートっていうところがあるんですが、あれ ご存知の方はいらっしゃいますか？ご存知ない方の方が多い。ブロードインスティテュートっていうのは MIT と、ハーバードのメディカルスクールだったかな、作ったボストンにある、世界でも有数のすごい大きなシーケンス拠点で、結構シーケンスの情報を探しているとそのブロードインスティテュートっていう名前が結構出てくるかと思います。でここは本当にすごい大量にシーケンサーがいっぱいあって、ものすごい毎日工場のようにシーケンスをしているところなんですが、まあ、ツールの解析、解析ツールの、開発ですねとかを、進めていたりとか、いろんなことをしてます。有名な、シーケンサーから出たデータのブラウザーとかも、ここで作ってたりします。で他にも、シーケンスの大きなセンターとして、イギリスのサンガーインスティテュートであったり、中国の BGI であったりとか、そういうような、ところもあって、まあ、そういうところから出てきた、データにしょっちゅう当たることもあると思うんですけど、まあいろんなこういう研究事例とかを探してると、ブロードでやったとかサンガーでやったとかっていう名前が出てくるので、そういう時は大きいシーケンスのところでやったんだなっていうふうに、思っていただければと思います。でなんでわざわざこういうことを言うかっていうと、シーケンサーって結構その最初からシーケンサー買って、じゃあサンプルを入れてシーケンスをしたら、じゃあ最初からすごくいいシーケンスができるかというとなかなかできないんですね。でそれはそのシーケンサー自体に例えば初期不良があったりとかっていうこともあるかもしれませんし、やっぱりその最初にシーケンスをする時の、サンプルの調整とかに慣れてないと、やっぱりなかなかその質のいいシーケンスができないというようなことも、あります。なので、例えばそのたくさんデータがあって同じようなデータがあった時に、片や、ブロードとかサンガーとかから出てきたデータで、片やよく知らない研究室が出してるデータとかっていうと、こっちの方を選んだ方がもしかしたら、慣れてる分いいシーケンスのデータかもしれないとか、そういうような、考え方をするようなこともあります。まあ、実際は比べてみるのが一番いいんですが、なかなか全部比べているわけにもいかないですし、まあ、もちろんそのブロードサンガーだからその絶対にいいシーケンスだっていうわけでもないんですが、まあ、参考にするにはそういう意味でオペレーションとかに手慣れてるところかなっていう、その代表的なところかなっていうのがあります。まあ、日本でもすごいたくさんシーケンスをしている研究室もありますので、そういうところも例えばテックさんがすごい手慣れてて、1日に何本も何本もシーケンスをできるスーパーテックさんがいるとか、そういうような話も聞きますので、まあそれどこがシーケンスをしたかっていういう情報も意外と重要かなと。論文を見て、あこれと同じことをやろうって言った時に、大きいシーケンスセンターがやってるとちょっと信頼性が上がるかなっていう感覚があります。でまだそんなに
時間がないわけではないので、ついでにこう話をしますと、一番最後にBGI っていう、中国のシーケンスセンターがありますというふうに言ったんですが、ここは、厳密には、研究所というかビジネスをやってる会社というか半々ぐらいの感じだと思うんですが、今すごい力のあるシーケンスセンターの一つ で、彼らがどういうことをしているかというと、シーケンスの受託の会社として日本でも神戸に、営業所があるんですね。で、そちらにサンプルを送ると、もちろんお金を払ってシーケンスをしてもらうことができるんですが、で当然BGI たくさんシーケンサーもあって、シーケンサーを動かすことのできる優秀な人がたくさんいるので、いいシーケンスができるっていう、ノウハウもたくさんあるので、解析とかも、手伝ってくれるといいことがあるんですが、でしかも安いと。でなんでそんないい話ばっかりなのかっていうと、BGI のビジネスモデルが、完全に受託して投げ、データを返すだけではなくて、そのデータをもらったら、じゃあそれを共同研究みたいな契約にして、そのデータをうちでも使わせてもらいますねっていうような形で、受託をするケースが多いんですね。なので、もしかしたらビジネスの会社が、シーケンスを受託するっていう時にはあまり条件が合わないかもしれません。でも、当然その優秀な人がたくさんいて、いいシーケンスをしてくれるそうなので、選択肢の一つとしてはあるかなと思います。で受託の話が出てきたので、国内の話もしますと、国内にもたくさん、受託の、シーケンスをしてくださる会社がありまして、そういうところも結構いろんな、それぞれこう特徴があります。値段とかももちろん違いますし、シーケンサーを動かしている、どういうシーケンサーを持っているとか、いうところも違うので、大体その、どこがものすごく悪くてどこがものすごくいいっていうのはあまりないんですけれども、もしそういう受託とかっていうのを考えてらっしゃる方がいれば、その先ほどの例えば NGS 現場の会とかでどういうところに受託出したとかっていうふうなことをメーリングリストで聞くと、受託の会社の人が直接答えてくれたりとか、そういうようなこともあったりしたり、なんかいろんな、そういう情報は結構オープンにやり取りがされているので、そういうところで聞いてみるのもいいかもしれません。でちょっと横道にそれましたけれども、次にファスト QC というやつですね、これかな、ここに出てきたこのいろんな図を作ってくれる、ソフトウェアがそのファスト QC っていう、ソフトなんですけれども、イギリスのバブラハムインスティテュートっていうところを、研究所で作ら、の研究者の方が作ったソフトウェアで、フリーでダウンロードができるんですけども、ああいう、NGS のデータを、ポンと放り込むと、ああいうグラフをバーッと変えてくれて、QC ができるっていう、いいソフトで、僕もよく使ってるんですが、その QC ソフト、そういう名前の QC ソフトがありますということです。で、補足3つ目で、SRA、SRA ライトフォーマットについてって書いてます。でこれなんじゃろっていうと、ここでダウンロードボタンを押しますと、ここにこう出てくるんですね。 DDBJ、 この最初の DDBJ とか ENA とか NCBI っていうのは、これは日本からダウンロードしますか、イギリスからダウンロードしますか、アメリカからダウンロードしますかっていうことなので、日本国内からだったら当然 DDBJ になるかなと思うんですが、この後ろに FASTQ と SRA Lite ってありまして、この FASTQ っていうのは先ほど言ってた、データのフォーマットですね、生データって言ってたやつなんですけど、この SRA Lite っていうのは何なのかって言いますと、NCBI が、NCBI が開発している、NGS データ独自の、圧縮の形式になります。でよく普通のコンピューターの書類とかだと、画像とかだと ZIP とかで圧縮すると思うんですが、ああいう単純な圧縮アルゴリズムを使っているのではなくて、その SRA ライトフォーマットっていうものから FASTQ のデータにも展開ができるし、もしくは例えば、シーケンサー独自のいろんなフォーマットがあるんですが、そのシーケンサーが出てきたまんまのフォーマットに、展開するとか、そういうこともできるようになってます。で SRA フォーマット .sra という拡張子がついているものは、このどれでもデータフォーマットができるんですが、 .sra.lite っていうフォーマットは、FASTQ に、展開することだけを考えているような、形式になります。で、この辺は実際にその手を動かしてデータを、触ってっていうような
段階にならないとあんまりピンとこないかもしれないんですが、まあ、データベースのデータを使うとこういうようなものも出てくるよっていうことですね。で、まあ、もうちょっと言うとその SRA ツールキットっていうここに、URL がありますけど、ここに置いてある、ソフトウェアを使って、あ、回答無事違う、すいません、圧縮と回答を使う、これポカスの方の回答ですね、を行うというような感じになります。ちょっとここまで、また書き早かったかな、パパッと喋っちゃいましたが、なんか、質問とか今ちょっと手動かしてこれは何とかいうのがもしあれば何かありますか。大丈夫ですかね。はい、はい、それはすごく僕が気をなんて言うんですか、どうしたらうまくできるかなと思ってる部分なんですが、データの信頼性っていろいろこう種類というかこう段階がありまして、まずそのシーケンサーから出てきたデータがその綺麗なデータかどうかっていうテクニカルな、例えばそのシーケンスミスがたくさん入ってるんじゃないかとか、N がいっぱい入ってるんじゃないかとかっていうような、まず信頼性、ファイル自体に対する信頼性というのがあって、それはさっき の QC のソフトウェアをかけることでかなり解決ができるんですね。それまではどれが当たるか分かんないみたいな感じになったんですが、例えば似たようなデータがあったら情報を全部比べてみれば、あ、これはちょっとガンって落ち込んでるから使えないねっていう意味で、そういう意味で選べるかなと思います。でもう一つその信頼性っていうのがメタ情報っていうと、まあ、注釈ですよね、どういう実験をしてどういう、サンプリングをしてっていうのがあるんですが、データの登録のことは今回あまり触れないんですが、データの登録をするときに、絶対に書かなきゃいけない必須の項目っていうのと、オプションでここも書いてくださいねっていう項目があるんですね。でどのシーケンサーを使ったかとか、どの生物種を使ったかっていうのも当然書かなきゃいけない部分は必須なんですけど、どういうふうにライブラリーを調整したかっていう部分は自由記述なんですよ。だから全く何も書いてないこともあれば、すごく大量に書いてくれてる時もあるんですけど、大体その大量、感覚なのでそれを本当は定量したいんですけど、大量しっかり詳しくそういう注釈データを書いてくださっている方のデータは大体綺麗でしっかりしたデータっていう印象があります。であとはその、いやらしい話ですけど、論文のインパクトファクターとかもちょっと出してるデータの信頼性に影響があるかなっていうのがあって、ちょっと調べてみたんですけど、必ずしもそういうことはなくて、例えばそのすごく有名なトップジャーナルに出ているから、すごくしっかりした情報がついてしっかりした精度の高いシーケンスかっていうとそうでもないですし、逆にオープンアクセスの普通、オープンアクセスが悪いわけじゃないんですが、なんていうんでしょう、その他の雑誌でもすごくクオリティのいいデータを貼ってるっていうようなのがあります。で、日本の人が出したデータ綺麗なことが多いですね。よくすごく細かく、注釈がついてるケースが多いですし、あと、そういうどれぐらいそのデータに愛着があるかみたいなところ、なんかちょっと曖昧な言い方ですけれども、そういうところが結構意外に効いてくるかなっていうふうに思います。ここで登録されているデータっていうのは1回大きいのデータなんですけども、何回か解析してまとめて、ですね、ここに登録されているのは、生データだけなので、シーケンサーから出てきたそのまんまのデータを登録するから、その後にどういう解析をしたかっていうのはここにあるからことからは分からないので、そういう意味では1回ポキリのデータなんですが、例えば、何でしょう、レプリケート、バイオロジカルレプリケートとかを例えば3つ作って3つシーケンスをしてっていう場合に全部登録する人もいれば、論文ではこれしか使ってないからって言って、ここ1本だけしかやらないとかっていう、そういうなんかケースがケースバイケースでバラバラなんですね。であと、そういうなんて言うんでしょう、ちゃんとレプリケート取ってるとかっていうようなところも一つ、指標にはなるかなっていうふうに思います。あとはその
まあ、それぞれのサンプルに対してちゃんと、きれいに管理ができてるから、なんかぐちゃぐちゃにこうデータが入り混じってこう入ったりしてると、あのこれって本当に ID これで合ってるのかなとか、あのシーケンスひどい時はなんかこうヒューマンとマウスでやってるから、なんかこうこっちはマウスって書いてあるからマウスだろうと思ったらマウスで当たらなくてヒューマンにめっちゃ当たるみたいなデータがあったりとか、そういう話も聞いたことがあるので、そういう意味ではあのちゃんと管理が、管理というか整理がちゃんとできているようなデータを選ぶ方が、まあ、そういう事故る確率は減るかなと思います。他には何かありますでしょうか。今20分なのであと40分ぐらいですか。あと40分大丈夫ですか。なんかここから、もうちょっと、まあ、公開データを使ってじゃあ実際の研究の流れを追いかけてみましょうみたいな話になってくるんですが、今何枚目かな。82枚目ですね。あと20枚ぐらいです。じゃあ、まあ、あの飲み会が遠いっていうこの一番最初に出てきた、シーケンスを行う場合の一般的な流れっていうのがここに書いてありますけれども、まあ、あの先ほど説明した通り、あのシーケンスをしてしまったらもうそのシーケンスを解析の段階でどうにかこうにかあの魔法のきれいなデータにするっていうことは、まあ、できないので、このシーケンスをする前のこの段階が 大切ですよみたいな話をしました。で、これがその、まあ、公開データを使うっていう時にももちろん当てはまりまして、で公開データを利用するという場合にはじゃあどういうふうになるかというと、検索対象をまず、まあ、じゃあどういうデータを今欲しいのかっていうことを、まあ、設定した後に検索、まあ、しまして、で、まあ、論文とかとの、まあ、先ほどちょっと流れを追いましたけど論文などの関連の情報を検索するっていうことをして、でその後、まあ、先ほど言ってあのちょっとあのご質問ありましたように、まあ、信頼性というのはまあ大事ですから、例えばまあこうレプリケートどれぐらいあるのかなとか、まあ、そういう必要な情報をとことん収集すると、でそれでもう自信持ってよしこれでいけるってなったら、まあダウンロードをして、で、まあ、QC をしてフィルタリングしてマッピングして QC して解析してでいう感じになります。まあ、あとはまあちょっといいんですけど、まあまあ、でこれでこう公開データを使うって言ってますけど、そんな人の出したデータ使って何するんやっていうようなことをよく言われるんですが、実際使うケースとしてよく挙げられるのが、まあ自分の実験でこう補足情報っていうか、まあ比較対象とかですね、そして利用するっていうケースは結構あります。例えば自分でサンプルを用意できるものに関しては自分でシーケンスをしてで解析をやるんだけれども、その解析で得られた結果が例えば他の禁煙の生物でも似たような結果が得られているっていうふうになった時に、論文を引用するだけじゃなくて、自分のシーケンスに対してやったのと同じ解析を他の人が出したデータに対して行うとか、まあ、もしくはその他の人が出したものをコントロールにして自分の出したものを自分のシーケンスしたものを解析して使うとか、あとはですね、まあ、よくあるのがあの新規に立ち上げる研究、まだ全然あのシーケンスやったことがないとか、シーケンスでどういう感じに、仕事が進んでいくのかとか、どれぐらい解析にコストがかかるのかとかいうのをテストするときに、あの1回うん百万とか数十万とかするようなシーケンスをそんなテストのためにやるとかっていうのは、まあよっぽどリッチなところじゃないとできないと思うので、あのまずはこういう、公開されているデータを検索して、あの今度やろうとしている、研究のプロジェクトに近いよねっていうデータを探してきて、じゃあその論文の、やり方を追いかけて、まあ、こういう感じに進んでいければ大体こういうデータが出るんだよ、で論文に書いてあるソフトウェアを使うとこういう図が出てくるんですねっていうところまでを、まあ、シミュレーション的に、やるという目的は、かなり大きいかと思います。であとは、まあちょっとインフォマティクスというか、ドライ系の、研究者がよくやるんですけども、あの新規のデータの解析のツールであったりとか、解析のソフトウェアツールをこうずっとつないでこう一個の結果が出るまでのパイプラインっていうのを構築するとか、そういうような、目的が挙げられます。でなのでまあ、こういう自分の実験に使って、それで論文を出したりとか、まあ何がしかこう研究に役立てるっていうふうになると、まあ、この辺、まあ、論文書いたりとかもするかもしれないですけど、まあ、少なくともデータの公開はもうすでにしてあるのでいらないと。
で、まあ、飲み会がちょっと近くなります。そんなことでもいいんですが、という感じで、まあ、こういう目的があるので、もしかしたら、これからそのシーケンスをやろうっていうふうになった時に、でもシーケンサーでどういうふうに、まあ、実際シーケンサーをどう動かしたらいいか、 どこからサンプルを入れてどういうふうにプレパレーションしたらいいかっていうのはこれは分からないんですけども、そのどういうデータが出てきて、どういう解析をしたらどういうものが出てくるかっていうシミュレーションは十分できるので、もしかしたらこれからそのシーケンスをするっていうふうになった時には、これは一つ、いいやり方かなというふうに思います。で、まあ、もちろんその検索対象というか、まあ、どういうものをターゲットにするかによって全然違うんですが、例えばそうですね、まあ、微生物系の、メタゲノムとかそういうようなものだったりとか、例えば、まあ、大腸菌のとか、まあ、酵母とかの次世代シーケンスとかっていう風になると、そんなに、データのサイズも数百メガバイトとかぐらいなので、まあ、数ギガバイトぐらいになったりもするかなぐらいの、なので、それほどデータが大きすぎて取り扱いができないとか、手元にあるコンピューターで全然何もできないとかいうことはないかなと思います。で、ですね、じゃあ実際にちょっと、データを探してみてもいいかなと思うんですが、とりあえず、ちょっと説明をしますね。まあ、データを探すっていうといろいろな探し方がありまして、で、NCBI、EBI、DDBJ、アメリカ、イギリス、日本の3局でやってますっていうふうなことを言いましたけれども、それぞれがここに、こういうページを持ってますんで、だいたい NCBI、SRA とか EBI、SRA とか DDBJ、まあ、これ DRA っていうんですけど、 DRA とかっていうふうに Google で検索したらこういうページが出てくるかと思うので、ここから探すっていうのも一つ手段です。あとは先ほど紹介した、まあ、ちょっと手元のコンピューターで見てもらったかもしれないんですけど、まあ、SRADBCLSJP っていうところの統計の情報から探すっていうこともできますし、まあ、先ほど のキーワード検索から、探すっていうこともできます。で、他にも、探し方があって、この GEO アレエクスプレスっていうのはご存知ですかね。もしかしたら知らない方もいるかもわからないですが、この GEO とアレエクスプレスっていうのはどっちも遺伝子発現とか遺伝子発現制御の、データが入る公共のデータベースです。で、こっちの GEO っていうのは、NCBI がやって、でアレエクスプレスっていう方は EBI っていうヨーロッパイギリスの、ところが、やってます。で、こちらは基本的にはまあ、大体これまでは、まあ、マイクロアレイとかから出てきた遺伝子発現のデータなんかが多かったんですが、次世代シーケンサーが出てきてから、NGS のデータがここにどん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 入っていくっていうことがちょっと増えました。で、こっちに本当は入るはずのデータがこっちに最初入って、でそれからこっちにこう転送されたりとかっていうのも結構よくされています。で、そういう意味で例えば本当に遺伝子発現だけの、データを探したいっていうふうになると、こっちから探す方が楽っていうケースもあります。で、もしくは昨日カモさん、2つ目ですねの、文献の検索の方法の時にお話がちょろっと、出たから、そのお話を聞かれた方は覚えてるかもしれないですけど、パブメドで論文をまず探した時に、パブメドで探すと、サイドバー横に関連リンクっていうのが出てくるんですが、そこにこう SRA とか GEO っていうリンクが、出てくる場合があるんですね。で、そこの、情報を、使えば、そのまま、その論文で使ったデータにたどり着くこともできます。まあ、こういういろいろな方法があるということです。で、もうちょっと説明をして時間があれば、この辺からちょっとご自分の興味のあるデータを探してもらってっていう感じにしたいんですが、じゃあそれを探すはいいんですけど、探すときにまあどういう情報をじゃあチェックすればいいかっていうのをリストアップしてみました。で、さっき検索して論文見て、論文のマテリアル&メソッド見てっていうのを追いかけたときにもちょっと
言ったんですけれども、どういうサンプリング、前処理を行ったかっていうのがまず、情報として必要かなと。でその次にどういうふうにライブラリー調整を行ったか、 できればどの試薬を使ったか、どういうバージョンの試薬を使ったかっていうのも、できればあるといいですっていうのは、さっきお休みというか10分休みの時に、ご質問いただいたんですけれども、エクソームっていうエクソン領域だけを全部網羅的にシーケンスをするっていうアプリケーションがあったかと思うんですけども、あのアプリケーションにおいてゲノムの中からエクソン領域だけを全部こう抜き出してくるっていうのはどういうふうにするのかっていうと、原理的にはマイクロアレイと全く同じで、試薬として売られているプローブのセットがあるの でそれを全部DNA に混ぜてあげて、で PCR で増幅して、で増幅した、エクソン領域だけを全部回収して、それを全部シーケンスするっていうことをやるんですね。で、その、試薬を出しているものの代表的なものに、イルミナさんのトゥルーシークっていう、試薬と、ちょっと前に登ったら名前出てきてるんですけど、あとアジレントの、シュアセレクトっていう試薬があります。でどっちも全エクソームっていうふうに書いてあって、もちろん全エクソームの、網羅してあるんですけれども、微妙にそのプローブの癖みたいなものがあって、もちろんどんどんこう改善バージョンが上がるために改善されてるんですが、プローブの癖によってこう微妙にシーケンスで読んだ時に違いが出たりとか、あれここなんかちょっと違うなっていうことが起きたりするんですね。で、ものすごく細かい話なんですけども、そういうところを気にするというか、そういうことがすごく問題になることもあるので、結構その試薬のメーカーとかどの試薬を使ったかとか、あとはその例えばイルミナさんのトゥルーシークだとバージョン1バージョン2バージョン3とかあるんですね。でそれぞれによってこう改善しているところとかちょっと癖が変わっているところとかがあるので、ものすごく細かい話ではあるんですが、こういうところも考えて、行かなきゃいけないということが、NGS やってるとちょくちょくあります。で、もちろんその論文から探すときに、論文じゃなくて、公開データを探すときには、そういう情報も、できればあった方がいいかなと思います。そこまで気にしないよ、ちょっとシミュレーションするだけだよっていうんだと、そんなに試薬のバージョンとかまでは気にしなくてもいいと思うんですけれども、そういうこともあるという感じです。で、当然使っているシーケンサーっていうのはそのデータベースに書いてあるので、それは簡単に、分かるかと思います。で、できればバージョンもってここで書いてありますけど、これもすごく細かい話で、シーケンサーがアップデートすると精度が良くなるとか、同じ筐体でも中のソフトウェアだったり中の、なんだろう、検出のアルゴリズムとかですねが変わると精度が上がったりとかっていうことも、これまでに何回かありますので、そういうところがもしできれば気にするといいかもしれません。で、シーケンスリードの数はどれぐらいか、先ほど表が出てきた時にこれがリードの数ですっていうふうに言ってましたけれども、ああいうところはチェックしておかなければいけないところですね。で、シングルエンドで読んでいるのかペアードエンドで読んでいるのか、ペアードエンドなら、この2つ両側を読んだうちの間のインサートっていうんですけど、そこの長さはどれぐらいかっていうようなことも、情報として取れるといい感じです。で、リードの長さはどれぐらいかっていうことを収集します、情報を取り、探します。で、本当にいろいろあるんですけれども、あとはシーケンサーによって、ちょっと説明してないんですけど、マルチプレックスバーコーディングっていうのは先ほどユニークな、塩基配列、プライマーみたいな配列を全部、仕込ませておいて、でそれをシーケンサーで読んで後で解析する段階でこれはこれこれはこれっていうふうに、分類するような、ことがあるんですけれども、他にも複数のサンプルを一つのシーケンサー、シーケンスにでやるときに、例えば3つサンプルがあってそれを1回のシーケンスで全部やりたいというときは A、B、C を区別できるようなタグをそれぞれの DNA につけておいて、後で解析のときに 3つのサンプルに分けるとかいう手法がマルチプレックスなんですけれども、そういう手法もあるので、タグがついているかどうかとかいうところもチェックします。
で、先ほどあの信頼性がっていうふうな話が出てきた時にあの出たんですけども、レプリケートを取っている場合は同じサンプルで、同じ条件でシーケンスを3回とか、まあ、もっとしている時もあるんですけれども、そういうことをやっていることがあります。でそういう時は、まあ、シミュレーションでやるんだったらどれか一つだけやればいいと思うので3つ全部ダウンロードしたりやったりする必要はないと思うんですけども、ライブラリを1回のシーケンスだけでは足りないから分割して、3回読むと。で3回読んで3回読んだ結果を全部結合して、データを処理しますよっていうようなことをやってることもあります。そういうようなことも、論文から取ってこれると、後の解析であれこれ全然数が足りないけどどうしてかなっていうことになったりしないで済みます。で、まあ、散々言ってるこのデータ処理っていうのをマッピングをしたか、まあ、アセンブルをしたかっていうことはかなり大きな違いなので、まあ、これはもちろん論文には必ず書いてあると思います。でもしかすると、まあ、プロジェクトのタイトルとか、説明書きのところに書いてあるかもしれません。で、まあ、どういうソフトウェアを使ったかと、あとはまあ大事なところなんですけど、リファレンスのゲノムのバージョンは何かっていうところですね。例えば人とか、まあ、マウスもそうなんですけれども、マウスとかまあ大体モデル生物はみんなそうなんですが、ゲノムのバージョンっていうのがありますよね。で最近ヒトゲノムは HG じゃなくなってですね、今何でしたっけ、HG でもいいんですけど、なんか今 HG って言わなくなっちゃったんですよね。でまあ今まで HG19HG18 って言ってて、GHC30 何でしたっけ、8とか9とかでしたっけ、まあ、なんかそういうふうにバージョンが上がるとかっていうことがありますけど、あれをゲノムのバージョンが上がると完全に、まあ、完全にというと語弊がありますけれども、貼り付ける時のバンチとかアノテーションの情報が全然変わってしまうので、例えば論文でやってる、まあ、研究をそのまま再現しようと思ったら同じバージョンの、例えば HG18 のゲノムを使ってた、研究を、再現しようとか、それと同じ追試をしようとかっていうようなことになった時は同じバージョンをやらないと当然同じ結果は出ないと。そういうところも意外と、はまる落とし穴だったりします。であとは、まあ、どういうデータの解析を行ったか、使ったソフトウェアとか、まあ、ツールとかパイプラインとかっていうような情報を、取ってくるっていうのが必要になります。で、まあ、そういう情報が取れたら、まあ、データのダウンロードっていうところに、なるんですけれども、まあ、NCBI、EBI、DDBJ って、3つありますけれども、まあ、どこからダウンロードしてもファイルの中身は同じです。なので、まあ、インターネットの回線の通信速度が一番いいところを選びましょうっていうふうに、大体お伝えするようにしてるんですけれども、まあ、日本だったら DDBJ が一番早いかなと思います。で、まあ、ファイルの大きさはもう本当によりけりで、大きいものは本当に大きいですし、まあ、小さいものは結構数百メガバイトぐらいのサイズからあります。もうちょっと小さいものもあるかもしれません。で、まあ、数テラバイト、数十テラバイトとかいう大きいデータもあります。なので、事前にそのファイルのサイズをチェックしてからダウンロードしないと、本当に何気ない気持ちでダウンロードをし始めたら全然終わらないなと思ったら数十テラバイトだったので、これもう3日も4日やっても終わらないよみたいなことが、時々あります。でファイルのサイズをチェックするっていうのはどうするかっていうと、先ほどの、ダウンロードのボタンをクリックしてっていう話でいくと、あれをクリックした後におそらくファイルの一覧みたいな、表示が出るので、そこで普通のファイルと同じように Windows であれば、サイズのチェックができるかと思います。で、まあ、ダウンロードもいろいろ方法がありまして、ダウンロード用の PC ソフトを使うって書いてますけど、これは、まあ、あんまりおすすめしないわけではないんですが、まあ、そういうファイルのダウンロードに、今までこうデータベースからファイルをダウンロードするのにそういう FTP のソフトを使ってるっていう方であれば、そういうソフトを使うっていうのもありかもしれません。であとは、NCBI と DDBJ が、Aspera Connect っていうですね、ソフトウェアを、提供してまして、それを使うと、環境によってはちょっと早くダウンロードができたりとか、便利にダウンロードができたりするので、それを使うっていうのも、手かなと思います。で、まあ、一番
個人的にはこういう、コマンドラインですね、で Linux とか、マッキントッシュとかでもいいんですけどの、LFTP っていうコマンドがあるんですけども、ファイルダウンロードのコマンドを使って、ダウンロードするっていうのがもういいかなと思います。じゃあ普通にWindows の、機能でダウンロードしても全然大丈夫ですけども、まあそれなりに大きいサイズじゃなければ問題になることはないかなと思います。時間がなくなってきましたが、必要な情報をチェックして、データをダウンロードしてっていう風になったら、まあ今度はデータの処理、データの解析っていうのを行うことになるんですが、まあデータ処理、そのマッピング、アセンブルっていうところですね。これがここに膨大な計算資源を要するっていう風に書いてますけど、これは本当にちょっと脅かしてるみたいな感じになってますけど、これもファイルのサイズによりけりです。ファイルの、シーケンスのファイルのサイズ、つまりどれぐらいたくさんシーケンスを読んだか、どれぐらいディープにシーケンスをしたかっていう、ことと、あとはそのゲノムサイズですね。ゲノムのサイズが大きければ当然それに、比例して、計算時間も長くなるっていうことがあります。で大体まあ数ギガバイトとかのゲノムを持ってる生物の新規アセンブルとかっていう風になると20テラバイトもメモリを使うとかっていう、もうこれは本当に大きいスーパーコンピューターみたいな、もう本当に計算用のでかい大きな、マシンが必要になってくるんですが、まあ、そういうようなこともあります。もしくはWindows の手元のコンピューターで全然足りるってこともあります。でまあ、データの処理に数日から数週間かかることも、あります。数時間で終わることもあります。でこれは本当に、じゃあ実際どれぐらいのサイズだったらどれぐらいの時間がかかるっていうふうに指標というか見分け方はないのかっていうふうなことをよく言われるんですが、これが結構、難しくて、いろいろこうファイルの数にもファイルのサイズにもよりますし、ゲノムのサイズにもよりますけど、コンピューターの方の、スペックにもよりますし、どういう、ソフトウェアを使うかによっても全然変わってくるんですね。なので、大体そのソフトウェアを使って同じぐらいの、ファイルを処理したっていう人を探して、その人に聞くっていうのが一番信頼性があるかなとは思いますね。で次に今日はちょっとあんまり触れられないかなと思ったんですが、データ解析のところですね、ここは結構いろんなソフトウェアがあるんですけれども、まあ、優秀のソフトウェアもありますし、フリーのソフトウェアもたくさんあります。でもおおむね、無料のソフトウェアっていうのは大体コマンドをこう黒い画面でコマンドを打つタイプの、まあ、オープンソースのツールっていうものが多くて、大体 Linux か Mac でしか動かないっていうことが多いです。であとは優秀の、PC で動くソフトウェアで、データ解析、まあ、データ処理からデータ解析までできるっていうものが、あります。あとはですね、ブラウザーで動くオンラインでやるアプリケーションっていうのがありまして、で、まあ、これは、これからちょっとご紹介しようかなと思うんですが、まあ、そういうものもあります。で、まあ、データ処理と解析を両方できるサービスソフトウェアということで、最後2つ、DDBJ、リードアノテーションパイプラインというものと、CLC バイオ、ジノミクスワークベンチっていう2つ、ここに挙げてて、これを、ご紹介しようと思うんですが、1つ目のこの、DDBJ、リードアノテーションパイプラインっていうのが、ちょっと待ってくださいね。ちょっと先に個別の説明をする前に2つの簡単な紹介をしますと、この最初の DDBJ リードアノテーションパイプラインというのは何かというと、DDBJ 三島に、すごく大きいスーパーコンピューターが入ってるんですね。でそこで無料で誰でも一応計算をすることができるようになってます。 でそのスーパーコンピューター実際にそのログインしてコマンドを打ってとかっていうこともできるんですが、そういうことをしなくてもブラウザーからデータをアップロードして、このツールを使って解析、このツールを使ってマッピングとかいうことができるようなものになってます。で下の CLC バイオジノミクスワークベンチっていうのはCLC バイオっていう会社が作っている有料のソフトウェアなんですけれども、これが
割と広く使われているので、有料ですがちょっと紹介します。これはあの Windows でも動きますし、結構その膨大な計算時間計算資源がかかるって言っているデータ処理に関してもあのこの CLC バイオの、ソフトウェアだけでやることができます。で最初にあのちょっともう時間がなくなってきましたが、DDBJ リードアノテーションパイプラインというところに行こうと思います。もしあの余裕がある方は、このページに p.ddbj.nig.ac.jp というページに行ってみてください。で、ここに行くとユーザー ID とパスワードっていうのを入れる欄がありますので、まあユーザー登録をしていただいてももちろん構わないんですけど、まあ、それはちょっとあの時間がかかるので、ここにログインアズゲストっていう、ボタンがあります。これを押すとあのユーザー登録を してなくてもお試しでログインをすることができるので、ちょっともしアクセスできた方は押してやってみてください。でそれをあのやってもらっている間に簡単にここのページを説明しますと、ここまあなんかあのまあ、一般的なこのワークフローといいますか、あのデータをどういうふうに上げてどういうふうにやりますよというのが書いてあるんですが、まあ、ちょっといまいちよく分かりにくいですが、あの、まあ、ドキュメントがたくさんありまして、あとはですねここに書いてあるんですけれども、あの DBCLS 統合 TV チュートリアルっていうリンクがありまして、あのここのリンクの先にはあの動画が貼ってありまして、そこであの、まあ、我々 DBCLS の方で作ったこのパイプラインの使い方の動画も見ることができます。でログインしてもらうとこういうような、見た目の画面になったかなと思うんですが、実際にもちょっと余力があればあの実際に解析もやってもらってもいいんですが、ちょっとボリュームが多すぎるので、簡単に説明をします。でまあ、僕はあのこれログイン自分の名前でログインしてるんですが、大体同じ画面が見えてると思います。で最初にセレクトクエリーファイルズって書いてあるんですが、これはもうあの処理をするデータを選んでくださいねっていう画面で、もし手元に自分のシーケンスのデータがあれば、ここの FTP アップロードっていうところから自分のデータを遺伝研のコンピューターにアップロードするってことができます。で先ほどから紹介しているような公開データっていうのを、使う場合はここにあの DRA エントリーっていうふうにあのインポートパブリック DRA ですねっていうボタンがあるので、そこを押してもらうとここにこう窓が出てきて、でここに Add my DRA エントリーっていう、何でしょう、まああの枠が出てきます。でここに、その SRA の SRA なんちゃらかんちゃら DRA なんちゃらかんちゃらっていう ID がある、あの先ほどもいくつか出てきたんですが、あそこに出ている ID をここに入れてあげると、そのデータを、追加してそのデータを処理することができます。なので公開のデータをもしあの追試したいなとか、どういうツールを使ったらいいのかなっていうときは、この機能を使う と、自分の方にダウンロードしたりとか、自分のマシンにツールをダウンロードしたりとか、そういう手間がなくて、できるので、あの割とこれをおすすめしております。で、まあ、ちょっと間すっ飛ばして結果のところに行きますけれども、全部、まあ、ファイルをアップロードするか、ファイルを選んで、このツールを使います、このツールを使います、このツールを使いますというのをチェックしてこう走らせると、終わったらメールを投げるからちょっと待っててねって言われて、で、まあ、どれぐらいこうコンピューターが混んでるかにもよるんですけど、結果が終わるとログインするとこういうページが見れるようになって、これは1個ずつ、これは僕は今回 BWA っていうソフトウェアを使ってマッピングをしたんですけれども、あのこういう一個一個の段階でどういうコマンドが打たれましたっていうのがこう出ていて、まあ、サムツールズっていう、ツールを使ってファイルの変換をしてますよとかいろいろ出てますけど、まあ、それぞれの結果のログとか、結果のダウンロードとか、ビューとかができるようになってます。で、まあ基本的にはこれを使ってやるのが一番最初、もし全然あの触ったことがない方とか、手元にあるコンピューターがあの心もとないというか、ちょっとどうかなっていう時はこれを使うのが一番いいかなと思います。で他にもたくさんデータの解析をやるためのプラットフォームはあるんですけれども、マイクロアレイを解析されてた方っていらっしゃいますか？
いないかな、あ、ありますか。マクラーレンの時は結構統計ソフトの R っていう言語でやられることが多くて、 R でマイクロアレイっていうウェブサイトを作ってる、東大の門田先生っていう方がいらっしゃるんですけども、その方が、R で NGS や RNSSEC の解析っていうのをオンラインにすごく詳しくやり方を書いてありますので、これもここを見てこう書いてある通りにポチ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 やっていくと、やり方が分かるというような感じになってます。なんでこちらの、情報もまあやり方もおすすめですね。もしファイルのダウンロードが軽いとか、まあ、手元にあるシーケンスが、サイズがちっちゃいという時はこういうのを試してみてもいいかもしれません。で、まあ、他にもR っていう言語が好きでたまらない方は、その先ほどの微量 RNAseq を開発した理系の二階堂さんがこう、R の入門とか R による NGS 解析とかっていうのをたくさんブログで書いてくださっているので、こちらも見て、やってみるっていうのもいいかなと思います。で、残り10分ですね、あんまり手を動かしてっていうことができなかったですが、まあこれまでいろいろこう、ご紹介してきて、説明してきましたけれども、結構ボリュームがたくさんあって、もしかしたら全然ピンとこなかったところもあるかもしれないですけど、それは別に全然大丈夫でっていうのは、半年経ったら今言ったことって大概役に立たなくなってる可能性が大きいんですね。で、あの時講習で何か言ってたからと思って、まあ後から PDF とか見れますけれども、その時に見て本当に今僕がここで喋った情報が最新である可能性はかなり低いです。で、 NGS の会話はものすごく、進歩が早くて、まあ、論文の数も今どんどん増えてますけれども、シーケンサーそのものが半年後ぐらいにもう全然ガラッと変わっていたりとか、まあ、ツールは最近はそうでもないんですが、ツールも新しいものがどんどん出てきたりとかっていうようなことがあります。なので、一番、いいのは本当にもうインターネットで検索するっていうこと。でもインターネットで検索して90分頑張っても見つけられなかったら人に聞くっていうのが、もう最善かなと思います。で、NGS っていうのはまあ、データ解析の部分のウェイトが比較的大きいので、ドライの研究者がコミュニティにすごく多いんですね。で、そうするとどういうふうになるかっていうと、先ほどみたいにブログだったりオンラインだったりでこう詳しくやり方をこう解説していたり、まあ、情報交換をしている人がものすごく多いんですね。なので Google で検索するとかすると、まあ、英語圏の人たちもたくさんそういう情報を出してますので、そういう情報が引っかかってくることがあります。あとは、一番有名なのがこの SeekAnswers っていう、SeekAnswers.com っていうところに行ってもらえると、ウェブサイトが出てくるんですが、ここが次世代シーケンサー関係の、Q&A サイトみたいな感じで、あとはここに、すごい大きな、次世代シーケンサーバージョンのウィキペディアみたいなものもあったりとかするので、ここに行くと大体最新の情報が手に入るようになってます。あとは、この困った時はまた人に聞くのが一番いいっていうような話をしたんですけれども、このバイオスターズっていうところに行くと、ここでもまあ、Q&A みたいな形でいろんな質問があって、それに回答がつくことがあるので、自分が困ったことはちょっと検索すると他の人も困っていたりするかもしれません。あとは NGS サーファーズウィキっていう、遺伝研のにあるチームがやってる、ウィキペディア、こちら日本語なんですけども、ここにもかなり充実した情報が集まってまして、あとは、まあ、SRA の先ほどのデータベース関係の情報だと、ここにある、情報が参考になるかなと思います。でさっきちょっと名前の出てきたシークアンサーズっていうところがこれなんですけれども、なんか一番トップにここの Am I wrong by doing this ってなんかこう僕間違ってるみたいな感じのイージーなタイトルで質問が出てますが、いくつかコメントがついてますね。あとは、まあ、ブラストのやり方であったりとか、あとはマイセックの試薬のキットバージョン3についてっていうディスカッションのフォーラムがあったり、カマーバンドっていう、これは R、 先ほど紹介した R の、
発言解析のソフトウェアなんですけど、そのインストールが失敗するんだけど誰か助けてとか、こういうのがたくさんあるんですね。でこういうところを見に行くと大体疑問が解決したりすることが多いです。であとは、先ほどちょっと名前をご紹介したCLC ジノミクスワークベンチっていうものに関してとかは、動画で、チュートリアルがあったりします。これはさっきから時々名前が出てきている統合 TV.dbcls.jp っていう dbcls 僕らがやっている動画でのチュートリアルの中にですね、こういう次世代シーケンスの解析ツールの使い方っていうのがあるので、こちらを見てもらうのもいいかもしれません。この CLC バイオの、ソフトウェアは、最初のフォローコーはフリーで使える期間があったんじゃないですかね。ありますよね。なのでお試しでちょっと使ってみるっていうこともできますので、その際は、ちょっとこの辺を見てもらうといいかもしれません。で、まあ、困った時は人に聞くのが一番いいと思うんですが、ちょっと、先の方でご紹介した NGS 現場の会っていうところのメーリングリストで聞く、まあ、先ほどのバイオスターズっていうところで聞いてもいいですし、あとライフサイエンス QA っていう日本語の、ライフサイエンスに関する質問サイトみたいなところもあります。あとはツイッターで聞いてもらう、知ってそうな人を見つけて聞いてみるっていうのも、これは実はこれが一番いいんじゃないかっていう話もあるんですけれども、まあ、こういう形で人に聞くっていうのがいいのかなと思います。でここに、示してますのがライフサイエンス QA というその日本語版の、QA サイトなんですが、まあ、チップセックでピークの差を検出するためにはどういうソフトウェアを使えばいいですかとかっていうことを誰かが聞くと4人ぐらいがこうわーっと答えを出してくれるみたいな。でこれの本当にいいところは日本語なのですごい楽ですね。で結構いろんな人がここのウェブサイトを見ていたりするので、困ったらここに投稿してみるっていうのも、これは別にシーケンサーに限らないので、例えばウェットの実験とかで困ってもここで投稿すると誰かが助けてくれるかもしれません。でちょうど56分なのでこの辺でちょっと、サマリー、まとめにしたいんですが、おっとっと、まあ、なんかよく、シーケンサーを使ってるアメリカ人がなんか呪文のようにシーケンシング is free so let's sequence everything とか言ってましてですね、もうみんな結構困っていて次世代シーケンスは、でもうこのシーケンス本当にやっていいのかやってよくないのかということでくよくよ迷うんですけど、そんな時は大丈夫やればわかるよって言って全部やっちゃえっていうなんか魔法の呪文だとか言ってみんなキラキラ笑ってたんですけど、そんなことしたら主役代で大変なことになっちゃうんですけど、まあ、それぐらいこうみんな結構困っていて、で学会海外の学会とかでもですね行くとそういうシーケンシングをやってで、まあ、データの処理までやったけど、まあ、どういう解析をしたらそのシーケンサーを使ったモラ的解析の一番いいところが出せるかとか、こうやってシーケンサーでやるべきなのか今までの従来の手法で良かったんじゃないのかとか、そういうディスカッションが結構、まだあります。なのでなかなかその大量にデータが出てくるっていうこと以上にそのどういうものが出てくるのかがわからないとか、どういう研究に応用できるのかっていうのが結構わからないっていう悩みが結構一般的なので、今日ご紹介した論文を探して公開データと比べてみて、でそのデータを自分でこう例えば DDBJ のパイプラインを使って解析してみてとかっていうことを通してこういうことができるんだなっていうのをちょっとでもつかむことができればいいかなと思うんですが、まあこれまでに得られなかった現象がまあ観察できるということで、かなり可能性は大きな技術なんですけれども、まあ本当に NGS を使うべきなのかとか、 NGS 何を見たいのかっていうのを最初にはっきりデザインをしておくっていうことをするのが、まあこれはシーケンスに限らないんですけど、まあ大事かなというふうに思います。あとはもう先ほど最後にちょっといくつか紹介しましたけど、まあ、分からないことはインターネットで検索するか人に聞けば大体解決します。なので一人でなんかちょっとやってて全然分かんなくてっていう時は大体なんか誰かを捕まえて、もし全然人に心当たりがなければ僕なんかにも聞いていただければ知ってる人を紹介したり僕が答えたりできますので、まあ大事なのは
途中に出てきましたけど後戻りできない、まあ、シーケンス1回しちゃったら、まあ、それはもうどうしようもないとかっていう話がありましたけど、後戻りできないところに行く前に、どういう問題があるかっていうのを解決しておくっていうのが大事かなというふうに思います。はい、ぴったり4時ですかね。あとちょっとありますと、こんな感じで、すごい長時間、長丁場で3時間大体僕が喋りっぱなしでしたけど、この辺りで、終わりにしようかなと思います。どうもありがとうございました。何か質問があれば今聞いていただければと思いますけど、質問でもなければ途中の疑問でもいいですし、何か全然違うことでもいいですけど、何かないですか。何かないかって言ってもちょっとパッとちょっと情報量が多すぎたかなと思いますけれども、さあ、アジャックスの講習会の、ページにこれ全部ありますので、ちょっと今日3時間に伝えられるだけ伝えていこうと思ってだいぶ詰め込んできたので、もし後でちょっと自分の自分で気になるところをやってみて、別に職場じゃなくてもここに出したものはほぼほぼ最後の CLC ジノミクスワークベンチっていうのは優勝のソフトですけど、他に出したものはほぼほぼ全部、ただで、どこからでも見れるものだけを挙げてますので、もしちょっと家に帰ってからあんまり仕事のこと考えたくないですけどどこでもいいですので、ちょっと見てみて、なんか気になるところとかあればぜひ聞いてご連絡いただければと思います。なのでどうぞよろしくお願いします。